中小企業庁の前田長官が出張先でアパートを借り上げる際に250万円を振り込んだと話した音声と国会での証言が食い違うと指摘されていることについて、前田長官は音声が冗談半分の発言だったとする見解を発表しました。前田長官は3年前のアメリカ出張でアパートを借り、前田ハウスと称してパーティーを開催しましたが、他の参加者と同じ21万円を支払ったと国会で答弁しました。しかし今日発売の週刊文春は、前田氏が友人に対し250万円を振り込んだと話す音声を報じました。これに対し前田氏は、音声は冗談半分で大げさに発言したものとして、250万円を振り込んだ事実はないと否定しました。経済産業省は音声が前田氏本人であると認めています。